こんばんは。イエーイ。もう10時か。もう10時だ。今日は外に出ておりませんね。あったかかった、だったかったんですか？あ、そうなんだ。へえ、お出かけ日和だったんですね。昨日だっけな、昨日なんか雨が降っててめっちゃ寒かったからさ。私昨日ね、なんか苦しみながら寝たんですよ。苦しみながら寝て、いや、そんな食べたつもりなかったんだけどね。なんなんだから、食べ過ぎなのか、なんか何かが原因なのか食べ物の何かが原因なのか、もたれたんかな。ポテチかな。確かになぜポテチ食べたって感じですね。なぜポテチ食べたん、確かに。それかな、食べ合わせかな。なんかとりあえずそうなんかなりまして、でパッて起きたのが5時だった。んけん、おはようって言ってまた寝た。でもそしたらその頃にはね、もうね、治ってた。次起きた時には治ってた。ポテチは、昨日食べたのは梅ポテチ。噛み切ったっていうコメント面白い。夜中のポテチはやめた方がいいか。こういったことが起きるんですね。噛み上げた。ほんと毎日噛み切った、噛み伸びた。毎日言いたくなるんだね。
対もおもろい。うん、髪切ってから何週間 ?2 週間経つけど。実際そうね、髪は伸びたと思う。実際は分からんね。まだ肩はついてない。新種買いました、ありがとうございます。肩についたら伸びたねっても言える。まだついてない。投票、表紙の投票かな。ね、あれ嬉しいよね。あれは嬉しいですね。そうなんよ、自分がおるのが嬉しくなったんです。うん、結構すぐ投票できるし、ありがとうございます。コメントも、うん、コメントね、私も全部見たいけどコメント私は見れないけど、でもちゃんとそう届きます、ヤングガンガンさんに。うん、コメントアンケート大事って言うしね。ありがとうございます。うん、ね、インスタも投稿しました。確かに次につながるかも。そうです、アップを載せました。イエーイ。
ありがとう。うん、ビビアンね、更新しました。あれもフォトヤももう送ったんだけどね、いつ更新されるかわかんないんだよね。そこがありますね。結構ね、そう、提出しても、なんだろう、反映されないとき、結構あるんですよ。うん。どういう感じなんかわからんけど。どういう感じの？未知の世界が広がってる。そこまでに。自分で更新できたら一番いいんだけどね。自分のファンクラブだし、そうはいかないかな。仕方ない。大変か。そう、誕生日のギフトもショールームさんになんか記録みたいなやつをお願いしたいですって確認しているところで、いつ来るか分かんないけど、そんな感じです。そう、マネージャーさんにお願いした。追えなくて、追えないほどのお祝いありがたいんですけど、なんかの不具合とかでさ、抜け取ったりしたら嫌だから、ちゃんと。
いつになるか。ありがとうございます。今日パジャマです。もうね、お風呂入ったんだよね。もこもこ。あったかい。だよ。寝るだけ。今日はちゃんと寝れますように。そう、だからもう昨日でもうポテチの食べなきゃっていう使命感はなくなった。てか食欲なくなった。てか昨日まで食欲あったのにまた昨日から食欲なくなったわ。お昼がカップラーメンで、なんかちっちゃいやつ。そう。で、夜がハンバーガー。もうね、ハンバーガーしか食べれんのよ。食欲ないとき。食
かもハンバーガーでもう結構セーフだった、ギリギリセーフ。実はハンバーガーも食べたくなかったよ。何も食べたくなかったけど、なんか食べなきゃって思って。そしたらラーメンは嫌だから、何もかも嫌って思ったら、もうハンバーガーしかなかった。この前もハンバーガー食べた。あ、そう、誕生日の日よ。誕生日もお昼ハンバーガー食べた。同じやつ。今日と同じセット。その時はポテトにして、今日はナゲットにした。どうしたらいいものか。そうなんですよ。カロリー。カロリーって1日にどんぐらい取ったらいいとかあるっけ？まあその分は取れたらいいなと思いながら食べとるよ。2000ぐらい、1500、2000。ハンバーガーのセットはどんぐらいなんだろう。500ぐらいかな。ハンバーガー500のナゲット300。セットで1000キロカロリーとして、でカップラーメンで、カップラーメンそんなあるかな、カロリーあるか。まあ500としたら、よし達成しとるわ。バランスは良くない。マジか。野菜はハンバーガーについとったキャベツ、レタスかしかない今日。1枚か2枚の。そうそうそう。
やばいか。この生活を続けたらやばいか。葉っぱ、葉っぱ呼び。わかりました。今日で終わります。今日で明日からはちょっと頑張ります。確かになんか頭が働いてないような気がする。先生、ん？これが不足しているのか。あとでゼリーでも食べるか。なんか栄養が入ってそうな。ゼリー、栄養入ってるゼリー。そう、もうね、何か買いに行くね、元気なかったんよ。もう家から出たくなくて。そう、今日はそんな日だった。気圧も関係あったのかな。それでかもしれん。気圧をね、気圧がわかるんよ。
気圧上がり。今日は雨が降るって。わかるんだ。今日はこれから雨が降るのか。この頭が急に重くなるのと、あとまつげが全然上がらないの。そこで、あ、今日は雨が降るって。違う、やっぱまつげは違う。あのね、湿気で上がらんくなるから。湿気で上がらんくなる。でも頑張ってあげようとしたら力を入れすぎて一部分だけまつげがなくなる。うん、最近も最近またなくなって、またやってなった。でも多分今生えてきてると思う。一部分なくなったらさ、気になるよね。気になってくる。でもだんだん生まれ変わるたびに強くなっていくかもしれん。もしかしたら いつかね。
そうなってほしい願望もあるよ。願望込みで。今日は気づいたらもうこんな時間になってて、一日って本当に短いね。長いねって思う時もあるけど、短いね。授業中とかはいつも早いな、うん、あ、長いなって思ってた。充実しとったんか。なんか特殊ですよね、アイドルって。なんかね、結構携帯を使うことが多いんですよ。なんか投稿したりとか、画像を選んだりとか、スケジュールの確認とかもだし、立ち位置見たりとか、メール送ったりとか、結構携帯が多くて、返信見たりとか。だからこう人といるときに、そういうアイドルとしてのなんかやるべきことをしてると、なんかなんだろう、なんか携帯ばっかしてる人みたいになっちゃうんだよね。ね。そうなん。なんかこのその場にいることがつまんなくて、携帯ばっかりいじってる人みたいになっちゃうんですよ。そう。そこがさ、ちゃんとパソコンとかだったら確かに、なんかあ、なんかちゃんとしないといけないんだなみたいな、投稿したりとか確認とかあるんだなと思うけどさ、携帯やったらさ、え、何してるなるよね。やろう。違うんですよって先に言っとかな。だけどよくメンバーとさ遊んどっても、なんか今からメール送るねみたいに言ってくれるメンバーもいるのよ。そう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 、今日はメールをそう何通送るからって。
そういうのがある。ね。特殊。私はさ、なんか3通以上っていうのはあるけど、1日に何通とかそんな決めてなくて、でもメンバーによってはすごい10通とか、今日は10通送らなきゃみたいな子もいて。私から10通来たらどうですか？なるほど。おもろいな。そうですね。確かに一日だったら、うん。すごいな。なんかちゃんと心配してくれる方がすごい多いですね。面白いな。面白いんだけど。あ、そうよね。うん、普段してないからね。確かに10つ送りますって言って6、7ぐらいで、6、7通目ぐらいで、なんかちょっとしたなんかジャッジ、これは1通になるのかジャッジ入りそうだね。これ絶対この2通分絶対1通にしてもよかったやろジャッジやりそう。2通来たけどみたいな、じゃない。これ絶対数合わせっていうか、途中でヤーに写真だけはおもろいね。確かにそれもさ、込みでさ面白くない？あって、これジャッジだなみたいな、それも込みでおもろいと思う。さあやん、これは。問題、これは誰でしょうか？送信。次はヒント。
写真。めっちゃめっちゃいいやん。大ヒント。正解は、4通できた。5通。もっと貯める。もう一通でもできたやろうぐらいのメールを。どうかな。内容があるメールで内容があるメールを送るサイなんですけど、全然内容なくなってしまう。そうだよ。いや結構好評なんですよ。私のメール。結構好評なんですよね。イエーイ。いつもね、確かにメールってこうすぐ読まれる方と、何日分か貯めて読む方と、ずっと貯めてる方と、まあいろんな方がいらっしゃいます。毎日3通、4通、5通ですけど、もうどうかな。私ももしかしたらあんまり読まない方かもしれない。村重さんはね、いつ来るかわからないメールで。
超絶そうフリースタイルだったので、だったかな。来ない日もあった気がするんだけど、どうだったかな。そうだ。私から来なかったら心配になっちゃう。確かに。そうね。ありがとうございます。なんかどうなんだろうね。ですね、結構褒めてもらえますね。配信、配信もね。メールももう日課だね。そうだね。そうだね。結構忘れるんですよ、日課じゃないと。日課じゃないと結構すぐ忘れちゃうんですけど、もう配信とそうメールはもう日課かな。今日も忘れたこといっぱいあるし基本忘れっぽいかもしれない。いろいろ忘れてる。確かに。そう、 うっかり高尾なんで。そうだよ。
かりそうやん。どうも。そうかな。程よいか。確かになんか後戻りできないうっかりはないかも。ギリギリ後戻りできるうっかりかも。いいことなのか。ありますよ。なんかあんま覚えてないけど、自分は結構嫌になりますけどね。この前はこれはうっかりとかじゃないんですけど、この前東京行った時になんか忘れとるなと思ったら、いつも持ってきとるネックピローがなくて忘れとった。完全に頭からもう抜けてたんよ、ネックピローが。でも寝た。でもなんとか寝た。しかも寝れた。そう、首も全然痛くならんかったし。なんだった？あ、そう、多分あれだ、アウターがあって、アウターのフードの部分をここに固定しとったっけ。でもやっぱネックピローは欲しいね。この前そう、あとね、学んだことがあって、飛行機に乗った時に、荷物が機内に入るぐらいの大きさだったんで、持ち込みしたんですよ。で、上の方にさ、しまってたんですけど、ついて取り出すときに、私のこのバッグの中身にあったものが飛び出てきそうで、あのね、もうね、チャックとかボタンとか何もないやつだったの、そのバッグが。
なんか櫛とか出てきて恥ずかしいものがこう取ろうとするたびに出てきて恥ずかしかった。恥ずかしくない？櫛が出てくるの。ね、恥ずかしいよね。絶対に出てこないで。でもなんか視線を感じ取ったよ、周りから。なんか視線感じると。どうしようと。だからもうそれこれからは絶対にそうチャック付きかボタン付きの出てこないやつをにするって決めたの。そうよ、もしね、そうこれを学びにしてくれたら嬉しいです。それがいいですよ。そう。預けとったらさ、さらにだったね。確かに。あのね、キャリーケースをね預けた時もさ、こう預ける時にキャリーケースだけ移動してこう奥の方の流れていくやつあるじゃん。ここにたどり着くまでにね、結構自信満々で置いたんですよ、キャリーケース。そしたら私立てて置いてたんですよね。そしたらその奥まで行くときにキャリーケースが引っかかって、奥の方で引っかかってバダンってなったの。ってなってそのままこんな感じのままキャリーケースが流れていった。私のキャリーケースが。しかもその時買ったばかりで、買ったばかりだったのに、しかも白のキャリーケースでだったのに、バダン。だけどこれからはちゃんとこう自分でそこまでに行くまでのキャリーケースを乗せるときは倒しておきましょう。確かに。
確かにそうだよね。立ったままさ、移動しないよね。見たことない、確かに。横になっとるわ。そういう、そう、至るところで学びを得ています。だから、そう、みんなも気をつけて。自動やったよね。自動ってか、なんて言うんだ、自分でできるやつ。いつも受付の方にさ、してもらってたけど、なんか自分でできるやつがあったんですよ。それで、おお、できるできると思って、できたぜと思っとったら、パタンってなって、ちょっと悲しくなるっていう。結構大きなね、音だったんですよ。バタン、バタンってなった。本当に中に花瓶があったら絶対花瓶割れたやろみたいな、そんぐらいの、結構バタン。絶対割れたみたいな。たまに椅子代わりに使われるから気をつけてね。え？キャリーケースを椅子代わりに使われるの？え？それ気になるな。気になるところ。自分じゃなくて誰かが。え？自分じゃなくて？私は笑っちゃうよ。もし自分のキャリーケースに座ってる、椅子代わりにしてる方がいたら。確かになんかちっちゃい子とかさ、なんだろう、なんかちっちゃい子が座れるキャリーケースあるよね。それは見たことあるよ。なんか可愛いなと思うけど、それじゃなくて。てか今そういうのあるんやみたいな。なんかちっちゃい子が引いとるキャリーケース可愛いよね。何が入ってるんだろうって、うん、多分入ってないよね、あれ。お菓子とかかな。お菓子入ってるかも。めっちゃちっちゃいキャリーケース。おもちゃか。あれかわいい。だってなんか履いとったらさ、重いじゃん。重いものさ、やっぱ途中で持たんくなりそうじゃない。持つかな、最後まで。重かった。入るか、洋服。サーヤンは入ってないよ。サーヤンは入ってない。え、でも確かに、うん、すごいなと思うけどね。
よいしょ。確かになんかありえない大きさのキャリーケース持ってる方もいらっしゃいます。しかも2個とか。そう、私も大きいの買ったんだけどね、全然使ってないし、ただ本当になんかこれから使うこともあるんかなって思っちゃう。使い道がどうしよう、あるかな、あってほしいけど。え、そう、なんか東京から沖縄行く時、1週間ぐらいの時に使いたくて、1週間用のキャリーで。で使おうと思ったら、その時ちょうどなんだろう、台風だったのかな、すごい遅れてて来るのが。出発してから届いたんですよね、家に。え？しかもちゃんとその出発する前に届くように会員になって、早く届けてもらうのにしとったん。そしたら全然全然来なくて、音信不通になって、今どこにある状態になって、それから使ってないね。まあこれから使うかもね。なんかで使うよ。使うかな。でも確かになんか、なんかもう収納に使うしかないかも。収納に使ったらいいかもね。もはや。ね、うん。どう？タンス代わりに、衣替え用に使おうかな。立てれる衣装ケース。どうしようかな。なんかに使おう。せっかく買ったし。そうしよう。
うん、そうだ、写真集の振り返る配信いつしようか。でもまた配信とかね、あるかもしれないし、そうなんですね。大丈夫？バンはされん。こう中身を見せたら、そういうあのすごいところの中身を見せたらバンされるけど、確かによいしょ。そう、何ページ目って言って、なんか紹介していこうかなって思いますね。なんかメンバーとかそうよくなんか買ってくれてて、ありがたいですね。そう、なんか私こうメンバーに渡せる分が自分の手元になんかなんだろうあるのかなって思ってたんですけど、全然なくて、私の手元にあるのがあの表紙4タイプの4冊で、そっか、自分で買わなきゃって。そうだ、自分で買わなきゃって。そうなんよ。そう、なんかそう事務所用みたいなのあるかなって思ったけど、全然。違いましたね。メンバーはそう買ってくれてて、ちょっと申し訳ない気持ちとありがたい気持ちと、そうなんだ。うん、そうなん、買ってくれて嬉しいな。
そうそう、サインしてる。確かに好きなページ聞きたい。そうそうそう、最高。そうなんよ、気づいたら買ってくれたん、いつの間にか買ってくれてるメンバーが。ありがたい。そうそうそう、配信しながら全部見てた。あ、そうなんですか。え、リコちゃん、あ、そう、リコちゃんも買ったって言ってたような。感想言ってた。え、そうなんだ。え、気になる感想。ありがたや、ありがたや、ありがたや。写真集ね、ファンの方もすごい喜んでくれて、それが嬉しかったかな。そうなんよね。なんかなんだろう、もしかしたら写真集ね、なんかさ、なんだろう、まあ、目標にしとったっていうのもあるけどさ、なんかそういうのは違いますみたいな方が。いらっしゃるのかなって、そう思っとったけど、でもうん、そうだね、99% の方は喜んでくれてるじゃないかなって。しかもね、もうセカンドも待望してくれたりとか、嬉しかったです。
ありがたいですね。やったー。自分のね、写真集はね、客観的にね、見れないんで、また客観的に見れる時にね、客観的に見たいですね。折り目つけたくない。でも本当いい時期だったかも、撮影の時期も。なんか全てが逃避ありがとう。家族はまだ見てないんじゃないかな。そう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 。でもさ、なんか一ページ目からさ、結構なんか、なんだろう、想像をさ、打破するようなさ、ページではないですか。1ページ目、2ページ目かな。ストーリー感じる。うん、そうだね。この表紙っていうかを外した。ところも。ありますね。カバー外したところも、あそこもこう自分が選定っていうか、これがいいですっていうのをいくつか選んで、その中から選んでもらったものがですね。そうなん、まだ見てないって方、そこもね。そう、文字ないのは結構こだわりです。うん、こだわりポイント。そうですね。でもどうなのかなと思ったんですよ。あんまりそういう写真集を見たことなくて、
そう、そういうなんか全部写真にしたいですって言った時に本当にそれでなんか採用されるのかって思ったけど、ちゃんと採用されてた。写真ね、確かに写真集にはあと先行カットとか秘蔵カットにねにもなかったのを載せたいですけど、感想文ね募集してますよ。確かにね。12月、何が起きるかな、年末までに。何が起きるか。アワードは、どうかな。今年は開催されるけど、そうね、自分じゃないかもですね。
そうですね。確かに。もう2回ね、最優秀賞にね選んでもらったからね。いやでもありがたいかったですね。なんか一昨年も去年もありがたかったな。なんか締めくくりだった、この年の締めくくりのような感じでもあった。一昨年はね、そう、まさかまさかのまさかだったんですよね。STU のスタッフさんも誰も来てなくて、私とあのショールーム担当の方2人で、で最優秀賞で発表されて、そう、まあ、そりゃそうか、誰もそう思わんかってな。で、そう、去年は来てくれたっけな。でもそう、一昨年はね、あのなんか本当何も知らない場所に行って、そう、新しいところで一人っていうのがなんかすごい貴重なことだったのかなって。去年そう、愛知もね、そう、もう仲良くなってたけん愛知と話したりとかして、でも去年もそうね、なんかまあ忙しい時期だったけど、でも
誇らしい気持ちになった。優勝されて、しかもね、ST48 っていうのも掲げてるから。良かったですね。そろそろ終わりだ。この後はちゃんと寝ます。今日は大丈夫だと思います。そうだ、明日は愛子の誕生日ですね。そう、なんか微妙に寝不足かも。今日休みだったけど。12月は何が起きるかな。いや、全然自分も何も知らなくて、もうないですよ。もうない。もうないです。日々が過ぎていくかなっていう感じで、何もないよ。あったらびっくりするよ。たらびっくりする。ね、その時は一緒にびっくりしましょう。今年めっちゃびっくりしたじゃん。来年もっとびっくりするかも。
あれ、変わったか？まだか？松さん、丸さん、岡坊さん、よしゾンビさん、神戸のヒッキーさん、いくごぴょんぴょんさん、まいせんさん、こっぺさん、たけしさん、なんばのひさとさん、せいやんさん、ミッドナイトシュガーさん、台湾のこうさん、F 渋谷さん、あおちゃん、ふしぽんさん、かたむつりさん、オーサムさん、犬ちゃん、みつるんさん、青い鳥さん、 D さん、リュウさん、セミコロンさん、高蔵さん、ホタテ様、サトシーさん、キムコさん、鳥取太郎さん、赤い彗星のペンさん、 Q さん、ロックオンさん、流星さん、偏西風さん、ありがとうございます。はは、あはは、あはは。ありがとうございます。配信、謎の配信を見てくれて、謎配信ありがとう、ありがとうね。うん、また明日もよろしくお願いします。寝ます。バーイ。バーイ。バーイ。